はい、どうも、こんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今回はですね、まあ、タイトルにもこう書いてあると思いますけども、煽り運転についてでございます。まあ、煽り運転、まあそうですね、まあ最近いろいろニュースとかにもなってるじゃないですか。煽り、こう、なんだか、この前なんかニュースになってたの何だったかな。なんか、車からこうバイクがこう抜いていって、それをこう、車が追っかけて、突っかけたのかな、バイクを。なんか、そんなあれじゃなかったっけ、違ったっけ、なんか、そんな、なんかニュースがありましたよね。うん、大体合ってたわ。なんか、バイクが抜いて、車のね、走ってたら、バイクがこう抜いてって、で、それを追っかけて、で、バイクに突っかけて、で、こう死亡事故になってるのかな、あ、死亡事故になってると。本当にね、最近、その前もなんかあったよね。煽り運転っていうのが。もう自分もね、こう走ってて、なんだろう。これ去年ぐらいの動画でも言ったんですけど、なんかこの軽乗車になって、なんかよくね、こう後ろから車間距離を詰められると。ということを、言ったら、何の動画か覚えてないんですよ。去年のなんかの車関係のなんかの動画で、どっかで言ってるんですよ。だからコメントで、今までね、こう、普通車をこう、乗ってきたんで、その、後ろとの感覚がまだちょっと、わかんないんじゃないですか、みたいな。この軽乗車を初めて買ったんですよ。だから、今まで普通車ばっかり乗ってたから、その、後ろのね、距離が、ちょっとこう、感覚がつかめてないんじゃないですか、みたいな感じのことをコメントで書いてあったんですけど、まあ言ってもね、もう、ね、去年の2月から乗ってるんで、まあ、1年半ですよ。未だに煽られますね。普通に煽られます。なんでなんですかね。原因がわかんない。軽自動車から、だから煽られるのか。で、リバティ、前のね、リバティの時ってそんなに言ってもね、まあ、たまに煽られたなっていう時あるけども、たまーになんですよ。このムームだってね、多い。前に比べたらもう明らかに増えたっていうぐらい、もう後ろつけられるんですよ。つけられるっていうのは、この、例えば ルームミラーがあるんですか、ここに。ルームミラーから後ろ見たときに、もう、だって、つけてるってわかるじゃないですか。で、これ、軽で幅狭いでしょ。で、後ろが普通車だったら、この、サイドミラーから見たときに、もう距離近って思うじゃないですか。ちなみに視力 2.0 なんで、全然見えるんですよ。後ろの距離とかが。うわ、寄ってんなーってね。信号の時で寄るぐらいにはそこまでないですけど、その、後の加速ですよね。なんでそんなにこうつけてくるっていうのがね、ほんとちょくちょくあったり、カーブってかこう、交差点を曲がる時も、なんか、もうベターってすっげーつけられるみたいな。もうちょっと開けてもいいんじゃないみたいな。もうちょっとっていうのはもうほんとすごい距離なんですよ。ヘッドライトがルームミラーで見えないぐらい寄ってるんで、相当ですよ。そういうのがね、ほんと多い。この前ですよ。この前。7月上旬ぐらいかな。ちょっと別府にね、用事でちょっと行く時があったんですよ。で、もう場所も大体覚えてますけど、ちょっとね、大分の話ではちょっと申し訳ないんですけど、40メーター道路。大分の人なら、あってわかるぐらい。県道22号線かな。大分のこう、海沿いを走る道路があるんですよ。大分市があったら、海沿いをね、走る道路があって、その、別府に向かう方で、場所的には、ね、平和市民公園とか、から、別府の方面にこう、向かってて、で、平和市民公園からしばらく別府の走ってると、しばらくっていうかもう1分2分だけど、右側に陸運局があるんですよ。で、そこの信号で止まったんですよ。もうそっから覚えてるから。で、その時に、こう、信号で止まった時に自分の前に2台かな ?3 台止まってって、で、自分の後ろに1台なんかブーンって来たと。で、もうその時にもうすでにもう、ピタッと止まってた。すげえ近いぐらいで止まってた。ぶつかるんじゃねえかぐらいの距離で、すでに止まってたんですよ。で、そっからですよね。で、ちなみに、真ん中の車線にいました。自分は。で、右側はそのうちってか、あとね、1キロちょっと走ると、右折レーンになるんですよね。3車線あっても、その一応右右折レーンになる。左側は、
左側とその真ん中の車線は、あの別府までずっとその2車線は、あるっていうのかな。まあ、10号線と途中でぶつかるんだけど、とりあえずこの2車線はずっとまっすぐ行けば別府の方に行けると。いうことで、だいたい真ん中にいるんですけど、で、一番左は、あんまりいなかったんですよ、車が。っていうのは、一番左はね、こう、左に曲がる車がちょこちょこいるから、だから基本的に真ん中が多いって感じです。真ん中はもうまっすぐしかないんで。で、その、ま、ね、自分がこう、1、2、3台目かな走ってて、で、その後ろの車がいましたと。でももうね、こう、その信号ね、陸運局の前の信号って、これよく止まるんだけど、その、とこで止まったところもうペタッとつけて、青になりましたと。で、青で、なって、まあ前の車が行って、自分が3番目でこうついていくじゃないですか。だからもうその時からもう、ビッタ付け。びっくりするぐらいビッタビッタにつけてますよ。びっくりする。多分ね、後ろとの車間距離ね、1メートル空いてなかったんじゃないかぐらい。ルームミラーで見てヘッドランプが見えないぐらいの距離なんで、相当ですよ。ナンバーとかとても見えないし、どんだけ近いねんと思うぐらい。そんだけ近く寄って何の得があるのかわかんないけど、そっから橋を登る、こう地元の話でしょうがない、悪いですけど、その、橋をね、渡るときにちょっと登りになってる手前でまた信号があるんですよ。そこでまた止まったんですよ。その時にもう車がもう、6、7台あったのかな。で、左側1台か2台しかいないのに、そんなにつけるの、左側抜けばいいのに、とか思ってたんですけど、全然抜かないし。で、その、まあ、川があるんでね、橋の時にちょっとこう上りになって、で、水平になると。で、左側車いないから、全部左に避けたんですよ。右はその右折レーンにもうすぐなる手前なんで、ガラガラなんですけど、真ん中の車線から左に行きましたと。で、その車は、自分が行った前の車につけましたからね、こうやって。で、その距離が、およそですよ。およそ多分1メートルは切ってましたね。それぐらいもうこんな距離で、時速だって50キロかそんぐらい出てて、もうビタビタにつけられて、なんだあの車みたいな、ことがね、あったんですよ。それ7月上旬ぐらい。ちなみにですけど、県外ナンバーでした。なんなんですかね、もう怖いわ。もう鮮明に覚えてる。もう怖かったから。そこまでベタベタにつけられる。いくらさ、その、煽り運転でやって、もう本当にすげえ、こう、何のために寄ってるのかわかんないぐらいね、寄ってて、もう、怖いっすよ、あんだけ寄ってたら。で、まあ、それが一番怖かったことなんだけど、他にも普通に加速してても、ちょいちょいこう、なんかもう信号が変わった瞬間からベターって煽られると。で、まあ、普通にね、もう深夜ならガラガラで、もう例えば遅くたってパッて抜いていく人とかが多いと思うんですけど、昼間とか車が多いじゃないですか。だからその、昼間にこう、なんか結構ね、煽られるんですけど、前にももう 10台とかね、ずらーってもういるのに、そんなに煽られたってしょうがないし、かといって隣車線も一緒ぐらいにこういるわけだから、なんか知らんけど、自分をこう煽られることがね、もう多々ある。わかんないですよ、だから。で、いや、その、一人で、ね、ずらっと並んでなくて、自分が一番前で一番遅いとか言うなら、こう、まあまあ、わからなくはないんですよ。もう遅いんだよ、みたいな。もうちょっと早く行ってくれよ、みたいな気持ちはわかんなくないんですけど、前がもうずらっといて、なんで俺だけこう煽られる、みたいな。で、車間距離も、だって等間隔ぐらいしか空いてないんですよ。時速50キロぐらいしてたら、だいたい10メーターとか15メーターぐらいなのかな。15メートルは結構空きすぎか。10メートルぐらいかな。こう、だいたい等間隔ぐらいで空いて、自分もその等間隔の1台のに、なんか自分の後ろだけもうピタッとつけられるみたいな。なんなんかな。この車に変わってるのもうほんと多い。多い時はもう一日中、ほんと一日中だろうっていうぐらいね、なんか車が変わってもまた次の車がおられるみたいな。時もね、ありましたね。なんでなんですかね。わかんない。で、まあ、さっきの話の、もう、さっきのね、陸運局の超ビタビタにつけてくる県外ナンバーとか、いたのもありまして、で、煽り運転対策みたいのが、こう、ないのかなって、こう、ネットで調べたら、まあ、ありますよね。で、一つ出てきたのが、後ろに能面をつけるっていう。能面をつけて、なんかライトで薄く照らすみたいな。だからちょっとお化けみたいに見えるんですよね。
で、なんか煽り運転が激減したみたいな記事とか、やっぱあるんですよ。いや、でもそれは、でも夜じゃないですか。でも昼間の方が多いんですよ。で、他にもね、見つけて、そういうステッカーを貼るのがいいですよ、みたいなのがあって、買いました。買いました。ステッカーって煽り運転防止の一つですね。はい。ということで、Amazon で買ったのかね。入ってる。あ、入ってる。うわ、でけえ。思ったよりでかいぞ、これ。こちらでございます。これっすよ。はい。こちらですね。X プラウド製というね。なんか、ブランドのステッカーかちょっとわかんないですけど、これね、Amazon ですごい評判良くて、ちょっと今ランキングが若干下がってますね。カテゴリーで見ると今ちょっとランキング下がってますね。カテゴリーは車バイクからのアクセサリーからのサインマークで、自分が買うとこれが1位やったんですよ。ちなみにこれは M サイズというやつですね。これすごいのがレビュー件数。1000件を超えてるっていう。バケモンみたいなレビューなんですよ。1000件超えで、星5個中 4.6 っていう。これを貼ると、煽り運転がかなり減りましたとか、そういうのが多いんですよね。だから実際別にカメラつけてなくても、やっぱこういうのをつけることによって煽り運転が減ると、劇的に減るみたいですよね。異常なレベル、だってすごいですよ。1000件超えで 4.6 ですからね。1000件超えってなかなかないんですよ。自分が今まで見たのが、モバイルバッテリーぐらいじゃないかな。あれ以外で1000件超えってあんまないと思うんですよ。相当売れてなきゃね。ちなみにこれ、価格600円です。で、サイズも S、M、L、XL とか、XXL とかね。結構大きいサイズまであると。ちなみに S サイズが480円になっています。で、この M サイズの大きさね、この横が20センチ。だからこれちょうど手がいいぐらいか。ほら。だいたい20センチと、ここが5センチとなっております。思ったよりでかかったね。S でよかったかなと思うんですけど。ちなみに S サイズは、横が14センチの縦が 3.5 センチとなっております。で、これね、ステッカーの種類もなんかいろいろあるみたいで、これ横長だけど、真四角タイプのやつとかも結構あるみたいで、いろいろ選びたい放題となっております。だからこれを、ちょっと後ろに貼って、その煽り運転がどれぐらい効くかね、ちょっと検証してみようかな、といったところです。このステッカーを実際に、リアにね、貼ってみて、リアガラスにつける人多いみたいですね。ハッチバックよりはガラスって感じが多いみたいですけども、そこに実際貼ってみて、こう1ヶ月後ぐらいにね、ちょっとどれぐらい減ったかね、ご報告したいと思います。でも、まあ、聞くでしょうね。もう本当多いんですよ、煽り運転が。そんな煽っても、だって、煽って突っ込んだ方が悪くなるわけだから、個人的にはそういうちょっとね、危ないなと思ったら車間距離開けたい方なんですよね。で、自分が突っ込んだら自分が悪くなるわけじゃないですか。なので、まあそういう意味もね、込めて、もうちょっとね、後ろの距離を離してほしいかなっていう意味もありまして、ちょっと貼りたいなと思います。で、今ちょっと貼りたいんですけど、ちょっと見えてるかな？ここわかります？雨降り出しちゃって。ちょっと今すぐにはちょっと貼れないかなっていうところになっております。ということで、このステッカーはね、またちょっと近いうち、貼れてすぐね、貼りたいと思いますので、1ヶ月後のご報告を、待っていてください。だから、今8月なんで、9月頭ぐらいにはね、ちょっと、頭とか、それぐらいにはちょっと一回ね、これのご報告をしたいと思います。はい。ということで、このステッカーはね、下に Amazon のリンク貼っておくんでね、よかったら見てみてください。ということで、この動画は以上になります。この動画が良かったらグッドボタン、そしてね、ぜひチャンネル登録してください。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね。